アップデートも近いということで、2.5 で変更、修正された点について紹介していく動画になります。皆さんよろしくお願いします。まあ、今回は目に見える修正は、少ないので読み上げが多くなったらごめんね。5つ目ですが、新レシピの追加ですね。稲妻城下町の、志村屋にさんが焼き、うどんのレシピが追加。効果はこのような感じに。さんが焼きはスタミナ系料理、うどんは蘇生料理ですね。また、うどんは八重美子が料理すると、一定確率でオリジナル料理を獲得できます。狼が最低1匹はいるのでお忘れなく。聖火ためくら、シューボスライデンの分身時に本体 X に斬撃を1発で当てる。まあ、アチーブメントは個別に動画を出してるので、各自チェックください。続いて、新調度品の追加。遊戯装置社宝8節、外形盤石費用箱の2つが追加されました。外形盤石費用箱は、レシピを交換して自分で作る必要があるのでお間違いなく。外形盤石費用箱ですが、乗るとゆっくり上昇する足場になります。ゆっくりしていってね。続いて、社宝8節ですが、ウィンドブルームでの的当てゲームですね。前回とは違い、使い方がはっきりしていていいなって思いました。続いて、サンゴ町？イベント演歌の宮マップで捕まえられます。次バージョンからは壺で販売されます。網が1個1万もらするので、壺レートだと120コインくらいで次バージョンは販売されるんかな。設置するとこんな感じですかね。光り方がいいね。で、壺のショップに経験値ほんの一番下が追加されました。経験値あたりの交換レート、比率は紫本と同じなので、どっちかを買うと損するというわけではないのでご安心を。続いて、サウンド機能が修正？追加？自分はよくわかりませんが。その他の設定の出力設定が、ステレオとサラウンドで変更可能に。また、恒例の名刺も追加されていて八重美子、気候と先日のバーテンイベントでも追加でしたね。それから、生物の相当するときに画像が表示されるようになりました。些細ですが、嬉しい修正点ですね。ロード中のヒントが追加されたんですが、イベントマップのやつだよね？ここからは、文字の解説がメインに。はい、武器鍛造のリストの並び順変更、書籍での UI 改善、コントローラーの操作性改善。生物のフィルターの基準が変更されたようです。で、フィルター機能は2つのステータスを選択できるようになりましたね。樹脂回復の UI 改善で、6割してると、原石の部分が表示されなくなるらしい。続いて、敵のエフェクトの修正、これはよくわからんかった。8個目の低音調査は、ドラスパに始めていく感じの任務ですね。初心者が最初からドラスパに行きにくくなるように、する調整だった気がします。音声関連の修正なんですが、基本的に不具合の修正。で、ステレオとサラウンドの違いは特定の端末がないと意味がないみたいだね。
注目すべきは、八重美子と同時に復刻したフィッシュルのスキルの渦の CN 声優の変更ですね。ちなみに、不祥事に関する動画は結構詳しいのを出しているのでご視聴いただけると嬉しいです。続いて、ムービー中のスキンガオルタが存在するキャラクターはすべてオルタスキンが適用。過去のものもすべて対象で、バーテンイベントではみんなオルタスキンをつけていましたよね。もう一つムービー関連があって、過去のイベントムービーの内部データが削除。これによりイベント復刻がもうないんでは?という危惧がされていますね。さらに、バー 2.5 より、モバイル版における新たなムービーシーンのビットレートが2万5000クブプス25ブプスに調整されました。で、螺旋18層の中心の台座を調整、これは平地になったってことでいいのかな?チリウタツボの編集画面にコントローラーカーソルの移動境界を追加しました。チリウタツボのセット収納に関するテキストを改善しました。この2つは適当に読み上げてスルー。7. キャラクター武器画面において、キャラクター付き応応点検行行為は、バラの魔女リサ雷の一部モーション表現を改善しました。ちょっと過去動画そのまま、保存してきたから画質荒いけど許して。なんだっけ、指のポーズが変わったんだっけ。調べたら左肩が若干下がったらしい。細かすぎる修正すぎて、わからん。それからお面が復活?冥神大社の巫女からお面の家具がもらえます。壺に飾る人を襲う。次、バー 2.5 更新後、一部お知らせの赤い点はお知らせボタンのところにのみ表示されます。画面の左上にあるパイモンのメニューには表示されなくなります。これもささやかな修正ですね。あんまり気にしたことなかったけども。続いて、稲妻のデイリー任務雷霧対策、風で3個の霧を払うやつですね。これの当たり判定の改善嬉しい。まあ、稲妻めんどいデイリー多い上に、全然派生するやつ引けないから。モンドに固定を変更しましたけどね。2個目のやつは、空とホタルが入れ替わってる?君の全然前世バグが修正されたみたい。一応他のシーンでも入れ替わってたりするんですが、そちらの修正はないのかな。こちらも過去に動画でピックアップしていますので、よかったらご視聴ください。次は、敵に関する修正です。気になる点は、エネルギー減少攻撃のトゲ攻撃が、異常に発動していたやつくらいかな。確かに、勝利の柱の上とかにいると、異常に攻撃された気がする。それからこの中で気になるのは、特にないかな。8個目の黄金王獣の侵食ってどんなやつだったんだろう、それくらい。この中だと10番目の狼たちの攻撃範囲が修正が注目かな。異次元的な超次元的なネプチュームみたいな感じの攻撃が減るのかな。というかこいつらマジで、当たり判定もわからんし、攻撃判定もわかりづらい。11番は、地脈鎮石に風量被害するのやばすぎる。まあ、自分は地脈を守るやつを知らないので、多分階の難易度にあるのかな。キャラクター関連、この中で気になるのは、4のロリキャラの泳ぎ速度修正。逆に今まで乗ってなかったのか、それはそれでお知らせなどで告知して欲しかった気がするよね。2番目は、行幸の背中のラインが消えてたやつだね。肩甲骨か。続いて、新たキットの爆発継続時間に異常が発生していたらしい。これは長くなっていたのかな、どうなんでしょう。割とこの手の修正は大事だったりするんで、どっちだったか書いてほしいよね。6、7は割とどうでもいいかな。これは9番目が気になる点かな。低フレームだとスタックが有利だったっぽい?システム関連ですが、個人的には特に気になったことはありません。音声関連は完全に割愛、でその他も特に気にすることはないかな。気になった方は、各自再生を止めるなり、公式でチェックください。ということで 2.5 で修正された内容を集めてみました。自分の見落としとかあれば教えてください。次回のバージョンでも修正が楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。さようなら。